どう考えてもやばいアングルですね。どうもくんひろです。とんでもねえなこりゃな。よし、今回はね、いきなり始まっておりません。なので、イヤホンをちゃんとしてくださいね。コメント見てたらいきなりシリカが喘ぎ出して親に睨まれたじゃねえかっていうコメントがあって、一人でね爆笑しました。いやー、いくぞ。この腕何、ちょっと大丈夫か。ちゃんとこれ骨折る気満々じゃねえか、キリト。こりゃあかんわ。よし、抱くぞ。重くないかな。重くない。おい、そうなんだよ、そうだ、忘れてた。ね、パンツスタイルはね、ちょっと待って、もうどこでも谷岩じゃねえか。ドラえもん道具じゃねえんだからよ。どこ行ったって谷岩見えるじゃねえんだぞ、ほんとに。いや、パンツは白し、これスパッツだから見えねえんだな。よし、またあれだな。ちょっと、後日メイドだな。よし、行くぞ。あれ、ちょっと待って。今日できねえのかよ、なんの。さあ、来たよ。何の話を、最初はみんな緊張するんだね。ちょっと待って。本当に、どこでも谷岩だね、これね。どこ行ったって谷ママってなんだよ。なんか、名字が谷のママみたいになってる。どうでもよすぎるわ。いやーもうねー、一つだけ言うと、そういう時髪の毛をほどいてほしい。ね。いや、お願いします。いや、ほどいた感じの、その、なんつうの、アフター感家ってくつろいでる感がね、やっぱいいよね。ちょっと待って。もう言葉なんてどうでもいいから、谷間に近づきたい。お返しだってヤバたんじゃん、これ。ちょっと待って。もうちょいいけるだろ。緊張しすぎて喉が渇いてきましたね。てか、何？髪の毛に。もうダメだ、こりゃ。今日ダメだ、こりゃ。いや、もう行こう。とりあえず、発送にまで行こう。ここで止めたら実況者として恥だ。恥をし、捨てろ。実況者よ。くんひろよ、恥を捨てろ。どうしちゃったの？なんもないよ。ドキドキしてるのは私だけじゃない。そう、俺もドキドキしてる。もう緊張してね。カラカラよ、カラカラ。カピカピのカラカラですよ。いや、近いなぁ。ちょ、もう一個。キスまで行っても大丈夫。いや、この、おぉ、ダメだ。もう俺の理性は、ドキドキして私、いや、爆発するか。あ、このアングルやばい。ちょっと待って、見て。みんなにお裾分け。このアングル。下より、このアングル。もう G とか表示されてねえし。完全に。もう適当じゃねえか、今日。寝落ちまでの時間を確認して。ちょっとダメじゃん、もう。あのね髪の毛ほどいてるって言おうとしたけどね、おっぱいに先に目がいっちゃったよ。完全にマスクメロンじゃねえ、これ。もう色も相まってマスクメロンもいいとこだぜ。完全にもう大カップなんじゃん、大カップ。A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O! OPP やな、マジで。時間を長めに設定しておかないと、寝た瞬間にログアウトしちゃうからな。ああ、もう満足ですね、俺も。もういい、ここでバイバイですって、もう、どうも食い乗りでしたって言いたい。だよね。でも、もう兄弟だけど、こんな話兄弟でしていいのっていう話をね、俺は希望してるよ。どうした？改めてこの世界では SAO と違ってログアウトできるんだなって思ってさ。なあ、何も心配することはないさ。そうだね。ただのお昼寝だとしてもなんだか楽しいな。前は死と隣り合わせの状況だったし、安心感が全然違うよね。何よりここで寝すぎたとしても家でまた会えるんだもん。もうどこでもシリカちゃん、シリカじゃない、ごめん、リーファちゃんですよ。起きても部屋は別々だけどな。それでもいいの。こっちでもリアルでも会えるだけで幸せだよ。あ、そうだな。俺も何の心配もなく眠れるよ。だからって一人で寝すぎてログアウトしないでよね。すぐこそな。はーい。それじゃあおやすみ、お兄ちゃん。ちょっと待って、終わり？嘘。え、ここで終わり？ちょっと待ってよ、まだでしょ。おやすみ、すぐ。おやすみ、すぐ。なんてこった。健全も健全じゃねえかよ。いや、
健全からのって感じでしょ。いやこれあれだな、後日楽しみだね。うん、そうしよう、後日に期待しよう。今日はリーファの顔とおっぱいの大きさが同じだったっていう検証動画みたいな感じよ。いやマジだよな、ガチで同じぐらいだったよな。いやー、巨乳って世界を救うな。盾祭りたまえ顔見えねえのがまたエロいわ。